こんにちは、久崎です。本日はドラフト1位の1年目の現在地についてお話ししたいなと思います。2020年ドラフトでは早川隆久選手、伊藤大海選手、佐藤輝明選手、栗林良治選手らドラフト1位選手が1年目から主力となるということが多かったです。そして高橋宏斗選手や入江選手、木澤選手、平内選手らが1軍の主力となることができました。1年目からものすごかったし、2年目に主力になった選手も多い、もはや伝説的なレベルの高さでもありました。あまりにも1年目から主力すぎましたので、ドラフトの基準が崩れてしまいかねないんですが、今年のドラフトはどうだったのか。もちろん高卒選手は1年単位ではありませんし、大卒選手でも近年は素材型と言われるような選手の指名があります。まあ、もともと佐藤輝明選手らはそう言われていたのですが、素材というか即戦力の素材みたいな存在なんですが、そういう選手はほとんどいません。その中で今回は2021年ドラフトの1位指名選手をすべてご紹介させていただきます。まずはヤクルト、隅田選手を外した中で2球団競合で獲得したのが山下光選手。ドラフト指名直後に疲労骨折が発覚してしまい、1年目はかなり慎重な調整でした。そもそも大学1年時にトミー・ジョン手術、6月後半に2軍デビューという慎重な形での起用先発でした。ただ9月の1軍の先発不足に加えて2軍のクラスター発生、2軍のクラスターがなくてもアピールしていたのは彼だったのでチャンスはあったかなと思いますが、優勝争いの大事な時期に1軍デビューを経験。結果としては4回2失点で三振を奪うことはできませんでしたが、当時の先発課題で考えれば本当に良い内容だったかなと思います。そして広島戦では 7.2 回無失点と素晴らしいピッチングで勝利を挙げることができました。ポストシーズンでもローテーション、日本シリーズでも先発し5回3失点、あと一歩のところでチームが勝つことができず勝利投手とはなれませんでしたが、しっかり貢献することができました。打球を上げない、三振が極端に少ないタイプのゴロ投手ではありますが、来季は決め球が大事になってくるかなと思いますし、まあ、ゴロピッチャーといってももう少し三振が取れるようになってきてほしいなと個人的には思っております。そして小園選手、2球団競合で獲得されたエース候補右腕です。松川選手とともにバッテリーを組んできて、阪神と競合で DeNA が獲得しました。ただ1年目は当初体作りのシーズンで、2軍でも登板は3試合にとどまりました。夏場に1軍デビューし救援で好投を見せたんですが、コロナなどもあり先発で長いイニングという形で2軍で投げることができませんでした。その中で最速151キロを計測、全体的にまとまりがある選手ではありますが、2023年シーズンはある程度決め球を見つけたいところ、制球で破綻するということはそこまで見えてきませんが、もう少し荒さがあってもと思うところはあります。そして阪神、森木選手。小園選手の外れ1位として指名された投手ですが、1年目から早々に投げることができ、なんと1軍を経験することができました。2軍でも当初から150キロを簡単に超えるスピード、決め球で少し苦しい時もありましたが、良い時に試合を作れる、そして安定してスピードが出せることが分かりました。そして1軍のデビュー戦では6回3失点と敗戦ではありましたが、しっかりスピードは出ましたし試合を作ることはできました。もう2軍の内容を見るだけで非凡さを見せることができていますし、1軍も経験できました。来季は2軍での成績良化と1軍での経験、イニングを投げたいシーズンになるかなと思います。そして巨人、大勢選手。今季圧巻の投球を見せた大勢選手、独特なフォームから投げ込む力強い球が期待をされていましたが、荒さもあり1位指名はやや驚きでもありました。その中でオープン戦から圧巻の投球、巨人の独自路線的な即戦力投手指名で、当初は不安も言われていましたが、彼はそんなこと関係なく開幕からいきなりセーブシチュエーション、ルーキーらしからぬ力強さ、そしてピンチの強さ、三振も取ることができ、吹き上がるストレートはほとんど打たれず、ストレートとフォークボール中心で三振を量産、クローザーをつかみ1年間1軍で投げ続け、37セーブとあの山崎康明選手が持つ新人セーブ記録に並んでみせました。新人王のタイトルも獲得、素晴らしい1年目だったと言えるのかなと思います。そして広島、黒原選手。
高校時代には後輩の林選手や東選手、黒川選手らとプレーした選手。粗さがありますがスピードが持ち味の投手。開幕前からアピールし1軍デビュー。ホールドも記録したり、近年の即戦力投手同様、早い段階で1軍でも接戦等で起用されてきましたが、吉川尚輝選手にデッドボールを与えてしまい、そこから1軍、2軍ともに登板がありません。コロナ陽性もありましたが、メンタル的なところも心配されていました。ただ実際は左肩の怪我だったそうです。広島は2020年、2021年と2年連続で即戦力投手1指名の選手が新人王を獲得しました。ただ黒原選手に関しては1年目少し苦しみました。来季まずは実戦で投げられますように。そして中日ブライト選手、4年時に高い身体能力を見せ、大学ナンバーワン左腕隅田選手からホームランなど期待もあり、4年時に評価を上げ中日から1位指名を受けました。ただ1年目はとにかく怪我に悩みました。大卒右外野手を3人も指名した2021年ドラフト、三振しないコンタクト力が武器の福本選手、圧倒的なパワーを1軍でも見せられた鵜飼選手といった中で、ブライト選手は満足に出ることができませんでした。良い時は爆発力があり、スピード感や出塁能力はまずまずも、コンディションを整えられなかったこと、そして粗さがやはり見えてしまったこと。鵜飼選手ですら来季外野として多く出られるかどうかは今の段階で分かりません。それぐらい激戦の状況、彼のアピールにも期待したいです。そしてオリックス、ムクノキ選手。大学時代に肩の怪我もあり、手術を経験。度重なる怪我に苦しんできましたが、4年時に復活を見せ、154キロも計測しました。多彩な変化球で先発、中継ぎどちらとしても期待をされましたが、キャンプで脇腹を痛めてしまいました。ただ早い段階で2軍で復調、2軍では当初2打もありましたが、先発としてだんだんまとめてくると1軍デビューで初勝利、そして2試合目で9回2アウトまでノーヒットピッチングを見せる圧巻の投球。ストレートで押し切るというわけではありませんが、フォークでしっかり三振が取れますし、カットボールで勝負することもできました。オリックスは先発ローテーションが強力な一方、誰かが離脱してしまったり休養となると苦しい6番手谷間投手の課題があります。その中で一時期戦力になることはできました。ただその後は先発で制球を乱したり、登板回避や緊急降板、トミージョン手術となり育成となっております。そしてソフトバンク風間選手、最速157キロの期待を集めた高校トップクラスの右腕で甲子園にも出場しました。早い段階から公言されていて単独指名、背番号1番をつかむこともできました。もともとスライダー、フォーク、チェンジアップなどを投げる右腕ですが、右肘の違和感で終盤の3軍で実戦デビュー。今はプエルトリコのウィンターリーグで登板もあり、来季はまず2軍で投げたいところです。そして西武、隅田選手。大卒ナンバーワン左腕として4球団競合指名を受け、西武が獲得。2021年の左腕先発勝利数がチーム全体で2勝だった中で、大きな期待を受け開幕ローテーションをつかみました。デビュー戦こそ7回無失点と素晴らしい内容で勝利を挙げることができましたが、5回自責点に、6.2 回無失点、6回3失点、6回1失点、6回2失点、6回2失点、5回1失点。今季は強力リリーフ陣を形成も、打撃で大きな課題だった埼玉西武、試合自体を作ってくれた隅田選手に勝利を挙げさせることができませんでした。彼自身も先制点を与えてしまったり、なかなか決めきれず球数がかさんでしまった部分はありますが、1勝10敗。課題は立ち上がり、そしてストレートのパワーアップと変化球の精度、フォークやチェンジアップ、スライダーやカットボール、カーブと全てで三振が取れますし、引き出しはあります。ただストレートが狙い打たれてしまったところがありますし、変化球も叩きつけるところが目立ちました。なんとか来季は球数を減らしていけるように、まずはストレートのパワーアップと変化球の精度というところを期待したいなと思います。そして楽天、吉野選手。甲子園出場はありませんでしたが、高校通算56本の長打力を期待された右の外野手。当時1位指名は驚きましたが、チームの右打者課題の中で大きな期待を受けた存在でした。当初腰の違和感で出遅れの心配もありましたが、今シーズンしっかり2軍で出ることができました。打撃ではスイングスピードの速さはありながら粗さがあり、打率は2割を下回り、長打も苦しみました。外野登録ですが三塁挑戦とも言われていましたが、まずは来季2軍でしっかり非凡さを数字で見せたいところです。そしてロッテ松川選手。
高卒1年目ながら巧みなリード、パスボール等も少なくしっかり守ることができました。早い段階で1軍のアピールチャンスをもらうと、そのまま開幕1軍、そして開幕直後には佐々木朗希選手の完全試合を引っ張ってみせました。石川歩夢選手や佐々木朗希選手とエースクラスの投手たちを受けてきて、失点少なく抑えることができました。盗塁阻止だったりパスボール等で終盤には苦しくなったり、打撃で課題もある選手ではあるんですが、1年目から併用で1軍戦力になり、田村選手離脱の中で経験することができただけではなく、チームを支えてみせました。守備で終盤に疲れもあった感じはありますが、高卒1年目で守備経験が本当に重要なキャッチャーで、ここまで経験できているっていうのはものすごい存在かなと思います。できれば打撃強化のために2軍で打ちまくるというところも期待したいんですが、来季どうなるか起用も含めて注目です。そして立選手、高校時代に大成長を見せ選抜出場、選抜がコロナで中止になってしまったことはありますが、順当に成長を見せていました。 MLB スカウトも注目していた存在で、早い段階で日本ハムが指名を公言。高い角度から投げ下ろす投手で、1年目の2軍で登板を開始することができました。ただフレッシュオールスターでは不安定だったり、 1.1 回10失点と炎上してしまった試合があったりと、デビューの1年目かなりほろ苦なスタートでした。終盤に1軍で投げ抑えることはできました。決め球はもちろんですが、彼は全体的なパワーアップ、あの体格ではありますので、もっとスピード感があるとそれだけで武器になるのかなと個人的には思っております。全体としてはこんなところ。大活躍しているのはやはり大勢選手。勝ちこそつきませんでしたが、イニング的に投げられた隅田選手、黒原選手やブライト選手は怪我、ムクノキ選手や山下選手はフル帯同とはいきませんでしたが、1軍で投げ存在感を見せることはできています。ムクノキ選手は手術のため育成となりましたが、戦力になることはできたと思いますし、復活を期待したいなと思います。高卒組で目立ったのは松川選手、そして森木選手、必ずしも数字が伴ったわけではありませんが、キャッチャーという守備負担が大きいポジションで高卒1年目から1軍の舞台を経験できるってことはなかなかありません。で、成績だけではないですが、まずは吉野選手、達選手らは来季2軍で目に見える形の改善、成長を期待したいですし、小園選手、風間選手はしっかり投げたいところかなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。